問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。突入する。音を立てるな。6ヶ月も静かに。水のように動け。水のように静かに。静かに。水のように動け。隠れた方が良さそうだ。刀を使うか。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。音を立てるな。上で死んでいる。こっちはまずいな。刃が血を欲しがなくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。安全には帰られん。静かに。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。水のように動け。音を立てるな。突入する。こっちも閉められた。危なく俺が音を立てる。刀が血を欲しい。俺がいたら何か考えはないか。あの音は。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。終わった。この大砲使えるかもしれ。容易ではないが、よかろう。音もしよう。そいつはありがたいが、一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも、二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さないように、草むらや樽、家の中に隠す。忍びに襲わる日が来るなんてな。見つかるな。幼児学園の術、刃が血を欲しがっている。早く撃たれるなよ。もうすぐだ。手裏剣、いや、一本。時間がいる。まだ準備はできていない。迅速に動け。手に入れた大砲に注意。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。風切り。多山一殺。移動中手裏剣を使う。戦術いいだろう。通りすがりのものだ。これ以上進めない。素晴らしい技だ、隼人殿。お主の班がもうないとは惜しいことだ。そうだな。あんたも思った以上にやるじゃないか。ん？お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。刃が血を欲しがった。素早く気をそらさないと。手裏剣術。俺がいただく。
リギリだぞ。あれを入れるな。仰せの通りに。なんてことはない。素早く網笠をかぶった見張りが見える。奴らに酒は通用しない。職務を全うするだけ。承知した。手裏剣準備完了。刀勝ち終わりだ。剣術わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。刃が血を欲しがっている。手裏剣術スイッスイッスイッ。俺が剣術ぞ。おおお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ任せな。勝利は我らのものだ。直ちにそこに向かう。良い背取りが必要だ。我慢できんだろう。立ち風邪はまだ終わっておらん。撃たれるなよ。迅速に動け。また前線にいる。心配せんでもよく見えるわ。やったぞい。ここは危険だ。移動手裏剣を使う。忍び足手裏剣捨てろ。いいだろう。動くぞ。刃が血を欲しがった。近道を進ぞ。素早く計画通りにしよう。我が名は大城無限。栄光のために戦だ。名誉のためにここで半分といったところか。うん、見事な腕力。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら浅見近いじゃろ。我らは勝利を収めるであろう。任せたぞ。良い余興じゃった。それじゃあ仕上げといくかの。